海外進出のしている日本企業の一覧を見たいという声が結構ありますね。まあ、最新とか2013年の、日本企業の一覧ということですね。まあ、海外進出というのはもう当然グローバルな展開を目指す日本企業にとっては重要な戦略なんですけれども、まあ、どんなところがですね、実際に出ているのかというのはやっぱり知りたいという人が多いですね。まあ、成功事例、進出事例というのはですね、いくつかですね、実際にはあるんですけれども、まあ、メリットとしてはですね、やっぱり市場の開拓とか顧客さんの拡大が可能になるってことですよね。まあ、あとはですね、生産や販売のですね、競争力を高めるってこともできるようになります。で、海外進出